すんげえ脂いい感じ。うん、まっ。ご飯でいける。マイトです。アウンの松本です。どうもいつもありがとうございます。最近ランチでですね、うちですごい人気メニューのブリのユッケ丼というのがあるんですけど、これがねお客さんに結構リクエストがありまして、作り方を教えてくれという声をいただきましたんで、今日はですねこうブリだけじゃなくてマグロですとか、まあ、いろんな海鮮に合うと思うんですけど、海鮮ユッケ丼のタレのレシピをですね皆さんにお伝えしていきたいと思います。これがうまいんだ。それでは今日もよろしくお願いします。はい、それではね今日はねランチと一緒のブリでじゃあ行きましょうね。海鮮ユッケ、今日はね野次京さんからいいブリ入りました。ブリのね腹髪ね、上の脂乗ってる部分、じゃあすき引きしていきます。はい、じゃあそれをすき引きしました。これ見ていいとこでしょ。いいとこだけ仕入れるっていうのはね最高ですよね。はい、じゃあそれではね釜を外していきます。これ釜ね焼いて食べよう。くわーうまそう。はい、では渡していきます。すごい脂ですよ。楽しみ。すんげえ脂。うまそう。はい、それではねユッケダレを作っていきます。まあいろいろありますけどね、簡単ですから、大さじをねまず醤油で2杯、はい、ではみりんを2杯、はい、ではごま油が大さじ1杯、はい、ではコチュジャンが大さじ1杯、砂糖を小さじ半杯。ここからがちょっと味噌なんですけど、いろんな香辛料というかね、いろんな隠し味をねここからちょっとずつ入れていきます。生姜を小さじ半分、にんにくを小さじ半分、はい、でわさびが少々、はい、で最後はね胡椒をね少し少々、はい、それではね先ほど切ったブリを入れていきます。大盛り2人前ぐらいかな。うん、いい香り。はい、それではしっかりこう落としラップして、でこれねそうですね30分、でねこれでもちろん一晩ぐらい全然大丈夫ですから、はい、これで冷蔵庫で少しちょっと味をなじませていきます。はい、それでは浸かりましたね。いい感じ。盛り付けていきましょう。はい、それではもうお好みなんですけどね、ご飯の上に海苔をね適量、うん、豪華で、ね、卵の黄身、はい、あとごまとネギ、はい、はい、それでは完成しました。うまそう。ブリのユッケ丼、ランチでもやってます。はい、それでは簡単でしたでしょ。これ今ねランチですごい人気あるメニューなんで、ぜひ皆さんご家庭で作ってみてください。それではいただきます。それではいただきます。
うん、まっ。ご飯でいける。これが合うご飯ってもう最高でしょ。皆さん休みの昼とかね、まあ、今私仕事中ですけど、それでは乾杯。幸せ。これね、作る時のポイントはね、いろんなのを入れることですね。カレーみたいなもんですね。普通はユッケって言ったらニンニクだけじゃないですか。これでわさびも生姜も胡椒も入ってるんですよ。ここがね、なんともね、深みをね出してくれるんですよね。皆さんぜひ食べしてください。それでは全部食べていきますんで、皆さん今日もありがとうございました。素敵で順調。いただきます。